妊娠？そうなのよ、まだ妊娠ってできるものね。そんな、私の夫と不倫してたの？しょうがないでしょ、私たち愛し合ってるんだから。いつまでも子供ができない不妊のダメ娘の代わりに私が彼を父親にしてあげたのよ。いや、やっと我が子に会えるな。そうやって私に悪い気など一切ない様子の二人、私は笑いをこらえるのに必死だった。さ、言いにくいんだけど、私がとあることを告げると母と夫は一気に顔を青くした。え、なんで？私の名前はカナ、21歳の会社員だ。私は高校を卒業して就職した会社で働き始めて3年になる。現在一人暮らしをしながら仕事と家を往復する忙しい毎日だが、それでもたまに実家に帰ることで心身ともに癒すことができている。おう、カナおかえり。お父さんただいま。あれ、お母さんは？ああ、まだエステに行ってるよ。そうなんだ。私の両親はとても若い。父は現在43歳で、母は37歳だ。両親の出会いはクラブだったそうだ。父が通っていたクラブにたまたま母が来店し、その時にナンパして二人は付き合うことになったそうだ。母は当時からかなり大人びていたらしく、父は付き合ってから母が16歳だということを知ったらしい。それでもお互いに好きで交際を続け、そして母はある日妊娠をしてしまったそうだ。そのため父は責任を取ることも含めて母との結婚を決意した。当時は相手が高校生ということもあり、かなりお互いの両親から反発を受けたそうだ。特に父の両親は厳格な親だったそうで、父は感動をされてしまったらしい。だから私は父方の祖父母とは会ったことがない。父と母は周囲の反対を押し切って結婚をし、そして私を出産した。若い二人の結婚生活は初めはうまくいっていたらしい。父は私のことをものすごく可愛がってくれて、私は幸せだった記憶がある。父は建設業の仕事をしていたのだが、雨で仕事が休みの日はよく幼稚園に迎えに来てくれていた。他の幼稚園の子たちからは、かなちゃんのお父さんかっこいいとか言ってもらえていた。そして二人で同じ傘に入って、父に幼稚園での出来事を話したりして楽しい時間を過ごしていた。だが、ある出来事が父を襲い、それをきっかけに母は父に対する態度をガラリと変えた。それは父が仕事中に大怪我を負ってしまったことだ。そのせいで父は建設業の仕事を続けることができなくなった。幸い命に別状はなかったが、体に後遺症が残ってしまったのだ。リハビリを頑張ったことで歩けるようにはなり、自身の友人のつてで企業に就職することができたが、以前のように働けなくなり、給料が減ると母は父を見下すようになった。ああ、もっと楽な生活ができると思っていたのに、どうしてこんな貧乏人と結婚してしまったのかしら。本当に運が悪いわ。母は生活費を稼ぐために夜の仕事をしていた。まだ若く、そして母は美人だったから成り立っていた仕事だろう。父はリハビリのために仕事を抑えるしかなかったので稼ぎは少なかった。母の方が稼ぎは上だったので、母はなおさら父のことを見下す態度をとっていた。母が夜の仕事をしているので、夜ご飯は父と二人で食べることが多かった。父はよくカレーを作ってくれたのだが、そのカレーがとても美味しかったのを覚えている。長時間立っているのが辛いはずなのに、私のためにいつも晩ご飯を用意してくれていた。そうやって心優しい父のことが私は大好きだった。そしてそんな父をいつも悪く言う母のことは苦手だった。母もそんな私に気づいていたのか、それとも最初から子供が好きではなかったのかわからないが、最低限の世話のみで私は母から放置気味に育った。父はもともとの根性がすごかったのか、リハビリも仕事も頑張り続け、再就職先の会社でも結果を残すようになっていたらしい。そのためあまり裕福ではなかったこの家庭でも、なんとか高校だけは出させてもらえた。だが卒業後は家計を助けるために働くようにと母に言われ、私は大学への進学はせずに地元の小さな会社に就職した。父は自分のせいで私の進路の幅を狭めてしまったと謝ってきたが、私はむしろ今まで育ててくれた父に感謝をしていた。恩返しになるなら働きたいと思っていたくらいだ。
私は少しでも生活の足しになるように一生懸命働いた。それから3年が経ち、父は昇進してさらに給料が上がった。リハビリも順調で足の調子もいいようだ。そこでそろそろ私も一人暮らしの経験をした方がいいかなと思い、21歳になって初めて一人暮らしを始めた。家事は手伝っていたこともあり、一人暮らしの生活はそこまで苦ではなかった。まあ仕事が忙しい時は晩ご飯を用意するのが苦痛だけど、基本的に綺麗な部屋を保って自炊もしっかりやっている。そして最近私はタカシという彼氏もできた。彼は私と同じ職場で働く先輩で、一緒に働いていくうちに距離が縮まっていった。お互いの部屋を行き来したり、ドライブデートをしたりと楽しい時間を過ごし、気がつけば付き合って1年が経っていた。そんな中ある日彼は私にプロポーズをしてくれた。俺にとって運命の相手はカナだと思う。だから俺と結婚してずっとそばにいてくれ。うん、私もタカシとずっと一緒にいたい。こうして結婚することになった私たち。一緒に暮らし始めてとても幸せな結婚生活を送っていた。だが結婚して2年ほどが経った頃、夫の態度が冷たくなっていった。理由はわかっている。それは子供がなかなかできなかったことだ。夫は子供が好きで、結婚当初から子供が欲しいと言っていた。私も夫と同じで、子供を産んで幸せな家庭を築きたいと思っていた。だがどれだけ子作りを頑張っても、この2年間全然子供ができる気配がなかった。夫はその責任を全て私に押し付けてきた。どうして子供が作れないんだよ。お前欠陥品なんじゃないのか。そんなこと言わないでよ。子供ができるできないは夫婦2人の問題でしょ。ああ、俺に問題があるわけないだろ。子供ができないのは間違いなくお前の責任だ。しっかり検査をして治療をしてこい。そのように怒鳴る夫。私は夫のそんな部分を初めて見てびっくりしてしまった。プロポーズをしてくれた頃はものすごく優しい人だったのに、どうしてこんなにも変わってしまったのだろうか。私は言われた通りに不妊の検査を受けた。だが特に問題はないと言われた。私はほっとし、今度は夫に検査を受けてもらおうと思った。だが夫はそれを拒んだ。ああ、なんで俺が検査を受けないといけないんだよ。いや、だって私が問題なかったんだから、タカシに原因があるのかもしれないし。そんなわけないだろ。俺が検査を受ける必要はない。くだらないこと言ってないで早く子供を産め。そんな。夫はそうやって私に冷たい言葉をぶつけてきた。ここまで私のことを大事にしてくれないとは思わなかった。そしてそれから夫とすれ違うことが多くなった。夫はどんどん家に帰ってくる機会が減っていった。残業だからとか出張だからとか、そう言って家に寄りつかなくなっていたのだ。そうか、タカシ君が誠実そうな人だったんだかな。うん、私もちょっとどうしたらいいかわからなくて。相談をしに来てもらっている時に悪いが、実は父さんも伝えなければいけないことがあるんだ。え？何？実はな、母さんがどうやら別の男の人と浮気をしているようなんだよ。え？相手は夜のお店で働いているお客さんらしくて。そんな。私はショックだった。母は父に対して冷たい態度をとっていたが、それでもちゃんと夫婦の関係は大事にしていると思っていた。だが母は自分が働いている店の客と1年ほど愛人の関係になっていたそうだ。今まで母さんにはいろいろ虐げられもしたけど、それでもやっぱり愛していた。だから最後まで添い遂げたいと思っていたし、これから関係も改善できると思っていた。だがこうやって裏切られるともう無理だと思う。そっか、それじゃあ離婚するってこと？ああ、そのつもりだ。今日お母さんは？ここ数日帰ってきてないんだ。浮気について問い詰めたら大喧嘩になってな、家を出て行ったきりなんだ。そっか。私の夫との関係について相談をしに来たつもりだったが、父の方が大変な状態だったことを知り、私は申し訳なく思った。そして父を裏切った母のことが許せなかった。全然離婚していいと思う。だがそれから1週間経っても母は家に帰ってこなかったそうだ。働いてるお店にも行ったんだが、どうやら辞めたようなんだ。え？それって不倫相手と駆け落ちしたってこと？多分そうだと思う。着信拒否をされてて電話も繋がらないんだ。そんな。なんと母は不倫がバレた途端に行方をくらましたようだ。
きっと離婚となって慰謝料を請求されるのを恐れて逃げたのだろう。本当に最低な人だ。それから父はいろんなところに足を運んで母の居場所を聞いたが、誰も明確な母の場所を知る者はいなかった。そして父は母を探すことをもう諦めたようだ。父は家に一人きりになってしまい、私は父のことが心配だったので定期的に実家に帰るようにした。夫も家に帰ってこないし、それなら父と一緒に過ごした方がいいだろう。カナ、ごめんな、迷惑をかけて。何言ってるのお父さん。私はこうやって実家に帰ってお父さんと過ごすだけで癒されるから。タカシは相変わらずだしさ、土日に実家に帰ることは許可を得てるから。そうか、それならいいんだが。父は笑顔で私に接していたが、それでもやっぱり母とああいう形で別れることになってショックを受けていた。そんな父を慰めるために私はできる限り父と過ごすようにしていた。夫との関係は相変わらずで、どんどん仮面夫婦状態になっていた。そろそろしっかりと夫婦関係をどうするか考えないと。そんなことを思っていた時、父が病気になってしまった。昔から働き詰めで無理をしていた父、その無理がたたってしまい、入院生活を余儀なくされてしまったのだ。私は毎日父のお見舞いに通った。お父さん大丈夫？ああ、心配をかけてすまないな。俺も寿命なのかな。いやいや、何を言ってるのさ、まだ40代後半だよ。これからだよ、退院したら美味しいものを食べに行こう。そうだな、頑張るかな。父はそう言っていたのだが、それから2ヶ月後体調が悪化して、そのまま帰らぬ人となってしまった。どうしてお父さん。私は父の死がとても辛くて悲しかった。美味しいものを食べに行くって約束をしたのに。もう目を覚ますことのない父の横で私は泣き崩れた。それでも私がちゃんとしなければいけない。父の葬儀を取り仕切ることができるのは私だけだ。それから私は葬儀屋に連絡をして葬儀の手配や準備をした。そして葬儀当日、私が準備をしていると、なんと私の目の前に母が現れた。あの男、死んだんだって？お母さん、どうしてここに？たかしさんが教えてくれたのよ。え？私は母の後ろに夫がいることに気づいた。どうしてたかしとお母さんがつながってるの？母と夫が会ったことがあるのは結婚式の時くらいだ。夫は私の実家についてくることはあまりなかったし、母も夜の仕事をしていたから私が実家を訪ねてもいないことの方が多かった。だからなぜ二人がつながっているのかわからなかった。すると二人は驚きの発言をしたのだ。半年ほど前かしら、飲み屋で偶然会ってね。そこで意気投合して気がついたらいい感じになったの。え？今は妊娠もしてて、彼の子がお腹の中にいるのよ。え？妊娠？そうなのよ、まだ妊娠ってできるものね。そんな、私の夫と不倫してたの？しょうがないでしょ、私たち愛し合ってるんだから。いつまでも子供ができない不妊のダメ娘の代わりに、私が彼を父親にしてあげたのよ。いや、やっと我が子に会えるな。そうやって私に悪い気など一切ない様子の二人。私の中で一気に夫への愛情が消え失せていくのを感じた。ごめんね、あなたの大事な人を奪っちゃって。でも慰謝料は支払ってあげるから。あの人が死んだってことは遺産も結構入るでしょ。大怪我をした時はどうなるかと思ったけど、再就職先であの人最後の方は結構稼いでたもんね。それで貯金も結構してるでしょ。その遺産があればあんたへの慰謝料なんて余裕で支払えるわ。そう言って勝ち誇った顔をする母。夫も一緒になってニヤニヤしている。私は笑いをこらえるのに必死だった。さ、言いにくいんだけど、私がとあることを告げると母と夫は一気に顔を青くした。え？なんで？私がすでに離婚してるってどういうこと？お母さんが駆け落ちをして1年ほどが経った頃、お父さんはお母さんと離婚したの。不倫をしていた証拠もあったし、裁判所の人はすぐにお父さんの離婚を承諾してくれたわ。だからお母さんとお父さんはもう赤の他人ってわけ。遺産も何も相続できないわよ。そんな、私は認めてないわよ。おかしいわ。でも不倫をして駆け落ちしたのはお母さんが悪いからね。
世の中はそんなに甘くないのよ。うるさいわよ。私はあの人よりも他の男と一緒にいる方が楽しかったんだから仕方ないじゃない。まあその対価が今の状況ってことだからいいんじゃない。だって今は私の夫と不倫をして楽しく過ごしてたんでしょ。でも私はお父さんと違って容赦しないから、しっかりとあんたたち二人から慰謝料をもらうから。ちょっと待ってよ。遺産がもらえないなら慰謝料なんて支払えないわよ。そんなの知らないわ。必ず要求するから覚悟しておいてね。おい、カナ、いくらなんでも実の母親に対してそれはあんまりじゃないのか。どの口が言ってんの。あんたは妻の実の母親と不倫してたんじゃないのよ。あんたも加害者なのよ。同じように罰を受けなさい。夫と母は私に確信をつかれて黙り込んだ。お父さんはあんたたちにこの場にいてほしくないと思ってるわ。葬儀の邪魔だからさっさと出て行ってくれる。あ、でもまた駆け落ちしようとか思わないでね。興信所を使ってでも居場所は必ず突き止めるから。私は絶対にお母さんのこと許さないから。私がそう言ってにらみつけると、母はひっと小さく言って逃げ出した。夫も一緒になって葬儀場から去っていった。その後無事に父の葬儀を終え、それから弁護士を雇って夫と離婚をした。そして夫と母に慰謝料を請求。二人は逃げることもできず、私に慰謝料を支払うことになった。夫は職場の人たちから冷たい目で見られ、そして地方の肉体労働の部署に左遷された。母は慰謝料を支払うためにまた夜の仕事を再開したそうだが、いくら綺麗でももう40代を超えていたので、あまり指名をもらえずに稼げないそうだ。若いキャストからバカにされてプライドもズタズタになっているそうなのだが、慰謝料を支払わないといけないので辞めることもできず働いているそうだ。一方、私は実家を含め父からの遺産を全て相続し、一気に貯金が増えた。実家は売ることにし、夫と住んでいた部屋からも引っ越した。新しい部屋は一人暮らしにちょうどいい賃貸の部屋で、会社からも近い。私はまだまだ若いので、これから仕事に一生懸命取り組み、自分の人生を素晴らしいものにしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。